はい、どうも、どうもしーです。最近ちらほらツイッターで見かけてたんですけど、 Uberites がねアカウント停止するらしいんですよ。知ってるらしいのね。それでどうしてアカウント停止するかっていうと、配達が遅いからっつってアカウント停止してるらしいんですよね。私思ったんですよ。なんかそんなね、なんか30キロで走ってちゃんと交通ルール守ってるからこんな仕打ちとか言ってるけど、いやそうじゃないんじゃないのかなと。なんかね、受け取ってからなかなか出発しなかったり、なんか毎回毎回ねタバコ吸ったりしてんじゃねえのかなとか思ってたんだけど、どうもそうじゃないらしく、結構止まってる人がいるらしいのね。UberEats ってなんていうのかな、距離とか時間によって料金が増えるんですよ。だから少し変わったんですよ、レジステムがね。だからなんていうのかな、早く届けるよりゆっくり届けた方が時間かければかけるほど料金が上がるんです。配送料が上がるシステムなのね、最近は。だからまあそのせいで、まあ、遅い人がアカウント停止になってるんだろうなと思うんですけど、私もだから今 UberEats やったらねアカウント停止になっちゃうかもしれないです。私もあんまそんな早い方じゃないですか、多分そんなぶっ飛ばしてないし、よく他のバイクは抜かれますから。まあ今のところ原付バイクの人が、で自転車とかよくわかんないですけどね。まあ自転車よりバイクの方が速いと思うんですけどね。ウォーカーとかどうなんですかね。そういうことがあるんで、まあね。だからなんか事故増えそうですよね。それでみんな急いでやったらね。あとまあ今は別に Uber が安定しなくてもね、出前館とかメニューとかあるんで、まあそっちメインでやろうかなとかなんか書いてましたけどね。パンダとか。パンダと出前館で稼いだんでそっちメインでやろうかなって書いてましたけど、まあそういうこともあるかもしれないですね。なかなか難しいですね。その時間がかかったら料金が上がるっていうシステムいいなと思ってたんですけど、ただね遅いからってアカウント止めますっていうのが来ちゃうとなると、まあちょっと話が違ってくるかなって思いました。